flame on max. I'ma keep it going till there ain't nothing left. Going till there ain't nothing. Keep the flame on max. I'ma keep it going till there ain't nothing left. Going till there ain't nothing. Keep the flame on max. I'ma keep it going till there ain't nothing left. Going till there ain't nothing. Keep the flame on. の人の視線どこをこうよく見てるのかとか、まあ、その実際のその人が見えてる視野ですよね。中心だけじゃなくて、あの視覚に入ってる部分がどこまでなのかっていう部分とかっていうことをあのきちっと捉えることができる、機械だと思っております。こうウェアラブルの小さいカメラとかもありますけれども、それだと画角とかが、まあ、実際の人間が見えるものと違ったりとかあのしますので、より、まあ、実際の人間が見てる絵と同じようなものをこう共有しながら見ることができるかなと思ってます。で、特にスポーツにおいてはその中視点というものが出るんですけども、そこも当然何を一番見てるのかっていうのも大事ですけれども、選手にとってはその中視点を見つつも間接視野でいろんな情報を集めていると思いますので、まあ、そういったインタビューとかを合わせることによってよりプレー中の選手の視野だったり、その情報をどうやって集めているのかっていったことを、把握することができるかなと思ってます。ゲームでのシュートシーンのところちょっと聞きたいです、はいはい、全部3本こっちカウントしててあって、はいはいはい、1個があの切り替わった瞬間に向こう側に外れたシュートと、はいはい、で2本目はゴールになったシュートと、はいはい、3つ目があのちょっと折り返されてワンタッチで打たれたようなシーンだったと思うんですけど、はいはいはい、あのゴールになったシュートでいうと、はい、ちょっとこれ見ていただきたいんですけど、あのシュートでいうとこう打たれるまでのこう自分の準備とかの達成度を1が一番低くて7がマックスだとしたときにあれ完全に最初もボールビルドアップになった時点で全くボールが見えなくて、うん、やべやべやべとってでパスしたらその次の人が取られちゃったんで、はいはい、全然準備はできてなくて、うん、1とか2ですね。いやそんなにこう状況を把握できない状況、把握全然そうですね、うん、なるほど。じゃあ次なんで理由がこれで、でその、まあ、じゃあいざ打たれるっていう時にこうあの時間の中でいつこう何をこう見ようとしたか、パスしました、うん、でその時にじゃあその選手が失った瞬間に、うん、もう要は自分の立ち位置っていうのはもうビルドアップに関わって、うん、右に寄ってたのでゴール、うん、でその時点でもう中にパスをそれ取られてしまったので、うん、もう自分の位置はもうずれてたのが分かってたので、うん、まあ、中に戻ることと、あとはもうそのシューターのところが分かんない、本当だったら目線がとか見れればいいんですけど、うん、ちょっとそこは、ね、見えなかったんで、うん、まあ、普段だったら多分そうなった時は
まあ、その選手がどういう状況なのかを結構ちゃんと顔とかを観察するかなと思います、うん、それ以外はもう要はボールが移動中に、このボールが動いてる時の間接視野でこの辺の状況っていうのは今カメラ見ててもここは見えてるんで、それでここの情報っていうのはなんていうんですかね、ボールの一点を見るっていうよりもちょっとぼかしながら周りを見る感じで周りを見てます、ね、やっぱ大事なのはやっぱボールなので、そのボールとボールがまずちゃんとしっかり視野に入ることっていうのを意識してます。でもまず最初にボールは見るようにしてますけど、特にシュートを打つ瞬間だとか、もうそのシュートがシュートを打てる状況だったらそこから目を外せないので、そこはいつも見るようにしてます。でその次にちょっと折り返されてワンタッチでこっち外れちゃったシュートもあるんですけど、そことかってどうですかね。結局枠にシュートが来なかった場合っていうのは、でしかもあれは多分自分がアクションしたわけじゃないので、その時にじゃあ果たして自分がそのシュートが枠に来た時にしっかりこう動ける状態だったのかっていうのは、実際にそのまあシュートはギリギリに来るとかっていう状況じゃないと、まあ明らかに外れてるとちょっとわからないので、そこはちょっとまあ難しいかもしれないです、それで言うとまあ実際まあ外れてきましたけど、そこを打たれるまでの中でこう見てたこうものとかっていう、まずはもうどんなシーンでもそうなんですけど、もうそのボールが移動している時っていうのは、まあ、事前にまずじゃボールと逆サイドの状況っていうのを把握してて、どこからシュートをまず打たれるかなっていうのはまず事前で把握した上で、その移動中に見えるものっていうのがその間で起きることなので、例えば右サイド、自分の左サイドから右サイドにパスが行きました、その時っていうのは要は大きくボールが移動するので、その間こう移動している時にここの間っていうのは情報を入れれるので、こう見ながらその間にある情報で頭の中で大体、ここに弾いたら相手が先に触るなとかっていうのは見るようにしてます。で最終的に目線の到達はゴールって感じです。次から内から内内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 打てよ、押せ、取ってよ、今目の前で、よし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 、強く、はい、切り替え、今、後ろ、締め出して、締め出して、締め出して、よし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 、切り替える、よし、切り替える中に出せ、中、中、OK、ボール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 、決まらせ、シュッ、おー、ナイス、出せ、締めよ、出せ、やり、やり、出せ、出せ、出せ、そうすま、そうすま、いやー、ゴールだよ、レクトで、レクトで、これ、これ、取られてもいいよ、準備するよ。ナイス、ナイス。上げ上げ上げ、前前前前前。押し出す、押し出す、押し出す。入れてくる。入れてくる。ボール、ボール、ボール。持ったね、持ったせろ。準備。オッケー、オッケー。よしけ、よしけ。後ろ準備、後ろ準備。シュート。バンザーが締める。バンザーが締める。準備、準備。おさえない。おさえない。切り替える。中に出せ。中、中。オッケー。ボール、ボール、ボール。出せ、決まらせ。シュッ。おー、ナイス。出せ、締めよ。やり、やり、やり。出せ、出せ。そうすま、そうすま。いやー、ゴールじゃん。リクトで、リクトで。カメ、カメ。一個目が、ちょっとマイナス気味に折り返されて、ペナの真ん中ら辺から打たれて処理されたシーンだと思うんですけど、そこについてちょっと思い出していただきたいんですけど、そこのこうまたあのシーンの達成、まああれはしっかり多分準備はできてたのかなと思います。だからしっかり反応はできました。はい、まあ、ただあれもキャッチしたいですまあちょっと見づらさもあるんで、その打たれるまでというと満点、そうですね、まあまあ満点ではないですけど、もっと多分いい準備は常にできたかなっていうのはもうありますけど、また結果最後止めることが目標のところなので、まあ、このメガネをしててもあれをキャッチできるようなもっといい準備だったかなっていうところですね。あのシーンはこうそんなにこうなんていうんですか、ボールが早く移動してっていうシーンじゃなくて、割と最後持ち出してシュートっていう状況だったので、やっぱそこの部分でどうしてもやっぱディフェンスの選手がブロックに行ったりする状況になるので、その時にまあブラインドになることはあるんですけど、まあ、そうなった時にこうそこに対してもう少し働きかけをしてコースを切らせるようなことっていうのをもう一つさせると、もうちょっと楽に守れたのかなっていうのは、今回で言うとちょっとブラインドになっちゃったっていう感じ、もう多分若干見えてなかったですね、打たれる瞬間、あそこがもう少し働きかけをすることができれば自分がもう少し楽にできたのかな、どこから出てくるかは分かりづらいので、なので極力その本当ボール一手を見るっていうよりも、それディフェンスの選手の周りを見て、人の周りからボールどこからボールが出てくるかっていうのを、それ打った瞬間っていうのもその一個後のタイミングで反応するような形にはなります、焦らないことというか、こうやっぱブラインドになった時に
あのやばい見えなくなったってなってしまってこう頑張って見ようとすると逆に反応が遅れてしまうので、うん、少しぼかしてみるというか、うん、少しこう遠目に目線を持ってあの出てくるところをで反応できるような準備をする感じですかね、うん、多分初めてこう一緒にプレーする選手っていう中で、まあ、どういうふうにこう自分でこのディフェンスを組織して守っていこうかっていった時にだけど真ん中は締めさせて外にボールは出させても大丈夫っていうような考え方でやってたのかなっていうようなことはまあコーチングの内容からイメージできる、まあ、それはもうオーソドックスなっていうかまあセオリー的なところではあるんですけどおそらくもうこのディフェンダーの寄せ方である程度自分のところにシュート飛んでくるところでも左側しかこう通ってこないっていう状況をイメージしたしそういうふうにディフェンスにこう生かしたかったんだろうなっていうのはこう考えられますね。ただここ難しいのはかなりこうディフェンスが目の前に入ってあのブラインドになるもしかするとその足の間を抜けてくるとかディフェンスに当たってコースが変わるっていうことがこう想像されるような場面なのでその辺は多分こういろんなことを考えながら準備されてたのかなと思いますし実際これも一回消えあのディフェンスの影になったところからシュート出てきているのであの難しい対応がシーンだと思いますけども、まあ、落ち着いて対応してるなっていう印象を受けますね。次のプレーシュートに対しての予測っていうものがコンスタントに取っていくことができるので最終的にシュートを打たれる場面ではプレジャンプと呼んだりこうスプリットステップっていうふうに呼んだりするんですけどもあの軽いステップを入れることによって実際に飛んでくるシュートに対して素早く動くという体の準備の方もあのきちんと整えているということがあの映像から伝わってきましたしタイミング合わせていくっていうのはさすがなところだなというふうに感じました。